ではまずデリーのですね、はい、概要というのを少し説明していただけますでしょうか。はい、社名がデリーでして、で、4年前にできた会社なんですけれども、2014年ですね。最初の2年ぐらいは全然違うことで、右往左往していたので、今クラシルっていうサービスの方が有名になっているので、クラシルを知ってるっていう人の方が多いかなと思います。こういう人が社長をやっているらしいです。この辺はいいです。はい。で、もともとですね、今でいう Uber Eats ですね。 Uber Eats が日本に来る前に、デリバリー事業っていうものを国内で、渋谷中心にやり始めました。だからこれが、5000万円ぐらい調達してですね、当時僕が21歳の時に創業したんですけども、これ、今考えると100億ぐらいかかるサービスだったんじゃないかなと思ってます。で、経営の難易度非常に高くてですね、いろんな大手の会社さんも参入しましたけれども、街並み全部撤退を1年以内ぐらいにしているサービスです。で、僕はこれ、相当早く撤退してますので、多分一番最初に始めて一番最初に辞めたのかなと思っています。でそれまでの間ですね、ほとんどの従業員の方が辞めてしまいまして、で、2016年の1月からですね、ずっとこう動画の領域においての次のマーケットが来るなというのは考えていて、で、一旦ですね、こう今クラシル始める前に、ペットとか、ファッションとかライフスタイルの領域、あらゆる領域で動画を作りました。なので、ニュース系とかも作りましたね。で、こう明らかにこう反応が良かったり、僕が1000億以上の企業をワンプロダクトで作ろうという目標を立てたときに、やっぱり有料課金っていうのと、あとアプリでこう情報がストックしていくっていうのがポイントだったので、やっぱりこうファッションとかだとそれが厳しいなと。ただカレーは10年経ってもカレーだろうということで、レシピの動画にこうあらゆる領域の動画の中から1個に絞ってレシピ動画の事業に参入しました。で、この辺かなり走られてますけど、累計でこの間にですね、2年間で75億円の資金調達と、あと、ヤフージャパンとの提携って書いてありますけれども、これはですね、今日の多分大きいところになると思うんですけど、後ほどいろいろ聞いていただければと思います。従業員数の推移です。こう書いてあるとですね、すごく人数増えててうまくいってるようには見えるんですけれども、もちろんこう自分の実力のなさから、離職率が高かった時期もありますし、今になってこうやっといい組織が今年ですね、やっとできてきたかなという感じで、非常にこうレベルの高いエンジニアのチームとかセールスチームが出来上がってきてるかなと思います。今全体で150人から60人の間ですね。で、動画の制作チームが大体70人ぐらい、料理と動画の制作チームがいるので、そんな感じで増えていてですね、ただ僕らの会社はまだまだベンチャーなので、この人数規模いてもまだオフィス代坪田8000円の5段のオフィスで、300万円ぐらいのオフィス賃金しかかかってない、まだまだドベンチャーです。はい。で、今動画数2万5000動画ぐらいありまして、昨年1社買収したので、さらにこう世界で一番レシピ動画を持ってる会社になってるかなと。で、結構中国とか韓国とかインドの会社も僕らのとこ来てレシピ動画のマーケットのやり方を教えてくる、そういう話が来るので、レシピ動画というジャンルにおいては僕らが一番ユーザー数いるんじゃないかなと、世界的に見てもと思ってます。はい。話すところはこれ以上あんまりなさそうなので、はい、ありがとうございました。はい。ではですね、ヤフーグループ入りと後っていうところでお話ししたいんですけど、その、クラシルが当たってですね、2年ぐらいですよね、ヤフー入りするまでっていうのは。そうですね。で、これってその、クラシルが、すごくぐーっと伸びてですね、どのあたりでそのどっかと提携というのを考え始めたんですかね。はい、はい。
いくつかこうまず説明しなきゃいけないことがあってですね、うちの株主構成っていうのは結構株主が分散してたんですよね、はい、まあ、エンジェル含めて10人というか、まあ、10個の VC およびまあ個人のエンジェルとか入ってまして、で、まあ、そうなってくると まず1個目がこう上場に対してこうする前に株主の整理とかをする段階で VC 比率が高くなりすぎるとちょっと厳しいなと思ってたんですよね、まあ、僕が持ってるこう株式数もそこまで、まあ、ものすごい多いわけではないので、まあ、また大きい調達とかを考えると長期でのまあこう 株式を持ってくれる事業会社に持ってもらった方がいいんじゃないかっていうのが1個ありました。で、まあ、もう1個課題としては、サービスのやる課題としてはアプリはすごい順調に伸びていたんですけれども、やっぱ SEO、Google と Yahoo の中でのこう検索のトラフィックっていうのは圧倒的にやっぱりクックパッド強くてですね、やっぱりこう20年やってるサービスっていうのは検索サイトにおいてもこう信頼がすごく溜まってるので、そこに対して何かこう施策を見出さないとまずいなと思っていて、ただこれ普通に計算すると200万レシピあるんですよ、うん、クックパッドっていうのが。で、僕ら2万せいぜいオールオリジナルなので2万5000レシピで、まあ、普通に作ったら間に合わない、じゃあどうするべきかなってずっと考えていて、どこかこう事業会社に株式を移して何かものすごい大きい提供できるところがないかっていうのを考え始めました。で、まあ、当時 Yahoo の、YJ キャピタルが 15% 株式をだいたい持っていて、でソフトバンクも、10% ぐらい持ってたんですよね。で、これソフトバンクの本体ですね。でソフトバンクってあんまりこう国内に投資してないんですけども、昨年こう入れていただいたので、まあ、合わせると 25% あることに気づいて、で、Yahoo の小沢さんとですね、これ 25% あるじゃないですかと、これもし残りの 15% で連結対象にできたら Yahoo のトラフィックをうちに流すことってできないですかねみたいな話が始まり、そこから3ヶ月ぐらいで、じゃあ既存株主の株式を買い取ろうとってなった時に、まあ、バリエーションの交渉が始まり、で大体3ヶ月で、まあ、今回の総額でいうと95億ぐらいですね、をヤフーが出して、既存株主の株式を買い取ったというのが、まあ、全体の流れでして、まず、まあ、事業連携っていう面と、あとは、まあ、長期での事業会社への株式の移動をした方が、まあ、株価も安定するんじゃないかっていうのが今回の一番大きいところですね。まあ、10年かかる SEO の施策っていうのを一発の提携でこうショートカットしたっていうのは、まあ僕らにとって一番大きい施策だったかなと今回。ちなみにその株式の比率っていうのはありましたけど、そのヤフー以外で提携をちらっとでも考えたところっていうのはあるんですかね。まあ、Google かヤフーしか、ないんですよね。全てのトラフィックをやっぱ見ても、滞在時間ベース見ても、まあ LINE さんは非常に高いんですけれども、コミュニケーションしてる時間が多いと、やっぱりこう物を検索するとか情報を探す点において言うと Google と Yahoo しかないなと。で、まあ、すでにたまたまこの連携を狙ってたわけではなくて、昔ソフトバンクと Yahoo から入ってたっていうのが構想して今回の提携につながったって感じですね。はい。じゃあそのまあヤフーグループ入りされてですね、よかった、一番初めに良かったなって思ったことって、まあ、今回のスキーム結構特殊でして、はい、まあ、普通だったら 100% 買収だっていうところで、まあ、実は今回の、M&A って出ましたけれども、僕の持ち株って1ミリも減ってないんですよね。で、既存株主から買い取った形なので、まず経営チームおよび、デリチームが、今までと同じ状態の株式比率で上場を目指すことができるっていうのがまず素晴らしいこう提携の一個の面で、かつなぜ 40% の持ち株比率を目指したかっていうところで言うと、ヤフーが 40% 以上持ってれば僕らの利益もヤフーにカウントできるわけなんですよね。つまり、ある意味こう傘下には入っているんですけれども独立した状態でできると、うん、でそれが中途半端な提携だとヤフーもトラフィックを思いっきり送ることができないと。
なぜならば自分たちの広告枠とかを既存してでも、自分たちの営業利益を他社につけるみたいな見え方って、まあ、あまり合理的に考えてありえないと。ただし自分たちのグループ会社だったら 40% 以上持ってる会社だったら自分たちの決算にも営業利益がつくので思いっきり提携ができる。でそういう面でいうと独立性っていう意味とあと事業連携がもう思いっきりできるっていう点で今回の提携が非常に良かった。なるほど、うん、でそのヤフー入りしてですね、例えばそのユーザー層とかそういうところに変化ってあったんでしょうか。増えたのは確実ですよね。増えたのは確実です、ね、今も増え続けていて、まあ、サービスのユーザー数ずっと伸びているんですけども、そうですね、まあ、ヤフージャパンのユーザー数も結構こう3、40歳の方は多いので、もともと主婦層に対して僕らも刺さってるサービスだったのでそこはドンピシャで被ってるのでそこまでユーザー層の違いっていうのは生まれないかなって感じですね。じゃあ数がスケールしたっていう感じですね。そうですね、あのマスに届いたっていうのと、うん、これバーティカルメディアやるとか新規サービスやる方が今後出てくる中でやっぱりこう感じる壁っていうのが一個あって、それは、まあ、例えば食べログに対して何か作りたいっていう人も結構多いじゃないですか、スタートアップ、うん、ただこれはあのアプリでユーザーを取っているだけだとおそらく、途中で壁が来ます。で、なんでかというと例えば食べログを使ダウンロードされている方でも、まあ、かなりいると思うんですけど、実は渋谷でランチ行くときって食べログを直接開かないで結局 Google で渋谷ランチなんか魚とかそういうふうに調べてる方が僕の感覚だと7割ぐらいなんですよね。なので仮にアプリをダウンロードしたとしても検索面に戻るってことを考えた方がいいんですよね。っていう中でほとんどの方がまだまだウェブの検索を多用してると、仮にそのアプリをダウンロードしても検索に戻ってしまうんですよね。でそれを考えるとアプリでダウンロードを取っただけでリテンションレートが低くて例えば30日後とかになったら結局 Google に戻っちゃうみたいな忘却曲線がどんどんこう上がっていっちゃってってなると、やっぱりアプリで取りつつウェブのコンテンツを増やしていって検索面も抑えていかないといけないと。やっぱりこう料理もそうですし、外食もそうですけど年間で何十億回ってやっぱ検索されてるんですよね、料理も。ってなるとアプリを起動してくれる人よりもやっぱり明らかに滞在時間が接触してる時間が多いんですよ。ってなるとそっちの面は明らかに取りに行かないと勝てないので、僕らもアプリだけで最初勝負しようと思ったけど、ああこれじゃ勝てないなというふうに抑えに行った。なので食べログと勝負する人もどう考えてもアプリだけじゃなくてウェブ面も抑えに行かないと勝てないよとかいうのは結構学びとしてあるんですよね。なるほど、なるほど。では逆にですね、グループに入って後悔したなというかちょっと面倒くさいなっていうところっていうのはあるんでしょうかね。ないんですよね。だから今逆にヤフーから僕はうざがられてるぐらいだと思ってて本当にとことんヤフーから学べることとか、あれも例えばヤフーニュースのグロースハックの施策とも過去の全部教えてくれとか、どういうふうに広告収益を上げているのかとか含めて、やっぱり大きいところの連携とか含めて、まあ、表に出てない連携含めてものすごいさせてもらってるんですよね。というところは本当に言わされてるとかじゃなくて、うん、圧倒的に組んでよかったなということしかないですね。なんか一個も嫌なことは一個あるとしたら、僕らオフィス五反田なんで、ちょっと遠いぐらいですよ。なるほどね。紀尾井町が、はい、でもそれぐらいです本当に。そのヤフーの社内リソースって結構グループ会社になると使えるものなんですか。ヤフーの社内リソースを最初から使えるみたいな契約は全くないんですよ。ただ僕がやりたいやりたいって言い続けてるとやらざるを得ない状況になるんで、もうひたすら言い続けて、中のキーマンの方にこう会いに行って、こういう連携をしたいんですけどっていうと、まあ、大体やらせてくれるって感じですね。そういうグループ会社って他にあるんですか。僕はヤフーしか見たことない、就職したことないんでわからないですけど、ただ、もちろんヤフーのグループ内に M&A されてうまくいかない会社っていうのはたくさんありますよね、はい、っていう意味でいくと、
グループ傘下に入った社長がどれだけそこのシナジーを自分から積極的に探しに行くのかっていうのは非常に大事かなと思っていて、じゃないと親会社いちいちそんなこと考えないんで、僕からすると起業家側が自分で取りに行きましょうよって感じですね。なるほど。でもこのやっぱり、先ほどもおっしゃってましたけど、グループ入りしても独立した企業としてずっと活動されてるっていうことなんですね。そうですね、はい。一個いいこととしたら、ヤフーが大株主になったので、上場の時期とかで言ったら、じゃあグノシーさん先上がったけどスマニューさん上がってないねみたいな感じで、同じ事業モデルでも僕らの方がすごい、長期的に見れる可能性はあるなと思っていて、今のところこうキャッシュの需要も特になく、こうヤフーからお金を借りてるとかも一切ないんですけれども、上場を見据えた上でも、僕らが上がりたいタイミングでちゃんと長期で考えて上がれるっていうのは、すごいあるのかなと思っていて、そこは一個メリットかなと。なるほど。で今その傘下になってですね、例えば直前ちょっと前に買収とかもされましたけど、今後もそういう多少の買収っていうことも進めていかれるんですか？やりますね。今も何社かこう検討しているところがあったりするので、常にM&A っていうのは張ってますね。でなんかこう1兆円までの道みたいな感じでタイトルに入ってたんですけども、それでいうと、ちょっとこうライズアップの案件があって非常にこう難しい案件だなというのはしみじみ思うんですが、今一番何に注力してるって言われると、やっぱり僕組織で、本気で10年20年間この会社を経営するというやっぱ覚悟を持ってやってるので、だとしたら短期でのバイアウトとかっても一切考えてないですし、そうなるとやっぱり10年20年後まで残ってる組織ってサイバーエージェントであり DNA でありリクルートでありと、そこの各社がやっぱりチーム作りのところにとにかく力を入れてるなという感じはするので、そこをとにかく今やってますね。もちろん足元の業績伸ばしつつチームを作る。でそれチームを作るとやっぱりこうどんな事業を買ってでも営業利益がじゃあ 10% 20% 改善できれば黒字になるって組織が作れると思うので、今赤字なんだけどディスカウントして買えるんだけれども、僕らが思ったらすごい伸ばせそうなジャンルっていうのがいくつかあるので、そういうところが一番狙い目で、買いに行こうかなって感じですね。なるほど。具体的にはそのどういうジャンルを注目されてますか？もうジャンル一切絞ってないですね。クラッシュでやってるっていうとこうクックパッドの戦略みたいに料理動画単体で、もちろん1000億以上つけられる自信はあるんですけれども、一方で自分の興味っていうのが、5年10年後までずっと同じようなものをやれるような人生というか人間性ではないので、だとしたら組織を多角化していって、事業のこうなんて言うんでしょうね、デパートみたいにしていこうかなと思ってるので、来年にかけて事業が結構一気に増えていくと思いますね。もうクラシルと同じ系列でこういう感じですか？クラシル関連事業で1個発表しているのは、来年始めるんですけど、コマースですね、今日本の生鮮のマーケットっていうのが、インターネットで買われている率がだいたい 2% です。で、ZOZO タウンが上場した時ぐらいにだいたい服が 2% ぐらい で今 ZOZO がもうあれだけ伸びたことによって服がネットで買われる率が 11% から 12% ぐらいまで上がってます。で、一方で食料品って物流の課題だとか冷蔵しなきゃいけないだとかあらゆる課題があって、そこは今、Amazon さんとか楽天さんとか参入していていろんな角度から狙ってるんですけども、マーケットとしてはものすごいもう何十兆っていうマーケットがある中で残り 98% のインターネット化率ってところを狙いに行くと、それが僕らで言うと別にクックパッドが競合なわけでもなく、楽天でありアマゾンでありそういうところも含めてもうあらゆる大手がそこに参入してきてるので、そこは狙いに行きますと。なのでメディアのここ直近の数年の上場企業の動きを見るとアプリメディアでの売り上げっていうのが、
DAU が止まってしまった段階でかなり横ばいになってくるっていうのも見えていて、アプリっても基本的にアプリをそのジャンルを選定した時点で MAU と DAU のてっぺんがほぼ決まってるっていうのが僕の持論なので、ポテンシャルがあるんですよね。なのでクラシルのポテンシャルが、止まる前に次のサステナブルに伸びる1兆円企業まで行くであろうジャンルっていうのを始めなければいけないと思っていて、まあ、それがコマースだよねっていうのが僕の今の狙いですね。なるほど。今もクラシルがもうマックスだとしたら今どれぐらいなんですかね、この目標的には。まあ、国内で言ったら感覚的にはまだまだ 3,4 割って感じですかね。まだ全然伸びますね。じゃあまだまだそのデリーとしてはクラシルを中心として進めていくって感じなんですが、最近結構いろんなこう自分の興味ある事業というか明らかに勝てそうなジャンルっていうのがいくつか頭の中に浮かんでいるので、その辺は来年やろうとは思ってるんですけども、だから組織なのかなと。自分が集中できるKPI の数ってそんなに多くはないので、だからこう今育成してるのは社内で PM というかアプリプロダクトの作り方だったらうちの会社がナンバーワンになれるように。実はアプリ単体で上場してる会社ってほぼないですよね。グノシー、メルカリ、あとはスマニューはその規模にあると思うんですけども、実はその数えるほどしかここ10年ぐらいでなくて、ただうちはそれを連発できるポテンシャルはあっていくつか思いついてますね。ちょっと戻るんですけど、まあ、さっきヤフーのリソースいろいろ使えるっていうお話だったんですけど、まあ、使えて強引に使ってるってお話だったんですけど、そうですね、はい、これ資金とかも使えたりするんですか？ああ、いいよ、なんか貸し出してもいいよとかいう話はたまに言われるんですけど、まあ使わなくてもいいかなって感じですね。やっぱりこう変な貸し借りが生まれるとやりづらくはなるんで、自分たちのキャッシュフローの中で僕ら今のところやってるし、まあ、直近そういう計画はないですね。なるほど。ただまあ M&A するとかになった場合、自分らより大きいものを買ったら今以上に伸びるんであれば、それはもしかしたら相談し得るかもしれないし、まあ、LBO でいいかもしれないし、うん、もう極力自分たちのキャッシュでやろうかなとは考えてますね。なるほど。じゃあ堀江さん的にはその、まあ、今国内のお話ですけど、海外についてはどう思われて、海外展開については。料理に関しては、まあ、もちろん検討はしていて、でもやるんだったらあまりにも文化がやっぱり違うんですよね。こうじゃあメルカリだったら、まあ、物を売って買うっていうところで言ったら世界共通である行為ですけども、例えばまあインドの会社とかで料理レシピのサイトとか結構見てるんですけども、思ったよりトラフィック伸びてないんですよね。なので実はインドって、Google の中の検索のジャンルの中で1位がファッション確か、で2位が料理で、世界で一番キッチンに立つ時間が長いのがインドなんですよ。なんですけど思ったより伸びてないんですよね。でこれはなんか個人ブロガーとかが結構いたりするんですけど、まあ、食べるものがもしかしたらずっと決まってるから検索しないのか何なのかよく分かんないんですけど、あとはインドは30カ国ぐらいあったりするんですよね。宗教とかあったりだとか。なので、考え得るのは僕らのコンテンツって増え続けるじゃないですか。それをどっかの会社を買収してそこの会社にコンテンツを貸し続けるっていうのをグローバルでやるっていうのは考え得るかなと思ってますね。やっぱこうカルチャーを理解するっていうのが一番難しくて、そこを僕らがやろうとしたら大失敗する可能性はあるなと思ってますね。なるほど。であと、まあ、1兆円目指すっていうところですけど、で目標何年後っていうのは定めてるんですかね。でも平均20年かかってるんですよね。だからさっき20年って言ったのは20年経営するつも、経営する覚悟をある意味決めてるわけですけれども、まあ、できればそれぐらいでいきたいですけど、もちろんそんなうまくいかないことも多くあると思いますし、なのでまあできれば20年でいけるような組織を作りたいけれども、
続けチャレンジし続けるっていうことだけは言えるかなと思いますね。こうあんまり目標と自分の言った発言が乖離しすぎるとモチベーションを失うのがあの人間なので最近はあんまり1兆円とかいうことを言わずに心の中でひしひしと狙ってる感じですね。これ今後クラッシュ以外の事業で、まあ、何個かもしかしたら出てくるかもしれないですけど、今エンジニアの開発リソースっていうのはどういう配分になってるんですか、新規事業とクラッシュ。今は、新規事業は実は、当ててるのはもうほぼ数名ですね。で既存事業にほぼ当ててるんですけど、あの去年ここであのテッククランチさんの CTO オブザイヤーっていうのをもらった大竹っていううちの共同創業者の CTO がいるんですけど、僕は既存事業の売上の達成を全部コミットしていて、大竹っていうその CTO がそっちの事業責任者今やっているので、彼に全部任して採用とかも任して自由にやっていいよと。で僕はまああの 100% こう今の事業計画を達成するようにこっちだけに今コミットするっていうのを、まあ、今クォーターぐらいから決めまして、そういう分業体制でやってますね。大竹自体がエンジニアなので初期のプロトタイプとかアプリとか全部自分で作ってくれっていう感じです。なので事業責任者が自分で作れる状態にはなってるっていう感じです。でも今 そのデリーってその堀江さんのアイデア以外もいろんな人のアイデアができて新しいサービスを生んでいくっていうような組織なんですかね。いや、あのアイデアはほぼ 99.9% 自分かもしれないですね、事業のアイデアっていうのは。っていうのも、まあ、それはしょうがないかなと思ってて、あのそれぞれの役割があるの で僕はこういうアイデアあるんだけどって言った時に、じゃあ広告のことだったら担当者に聞いたりだとかっていうので、僕がなんとなくこう持ってきたアイデアをみんなでブラッシュアップしてる感じですから、いやそれはないっすみたいにもちろん言われることもありますし、まあ、いろんな会社の人間がもともといるので、そこはまあ僕だけで考えている感じでなくて、アイデアの種は社長が持ってくるっていうのは僕はもう当たり前だと思うんで、そこをまあ社内で揉んでもらうって感じですかね。ここグループ化して結構もういろいろ自由も聞くと思うんで、その新しいサービスちょっと立ち上げてみてダメだったらやめるみたいな手もあるんですけど、結構なんか慎重な感じで今選別してるっていう状態なんですかね。いや別に100個ミスってもいいと思ってるんですけど、やっぱりこう既存事業の売り上げの伸びっていうのは、まあ、なんで大竹はこうスライドさせたかっていうとですね、既存事業の伸びがやっぱりあの ROI は一番高いわけですよね。だから ZOZO タウンとかも新規事業とかあんまりやんないわけで、新規事業やるってことは既存事業の伸びが鈍ってるんじゃないかっていう説もある、あのそういう時によく既存事業やるわけじゃないですか。ただ僕らの場合伸びてるので、そっちにリソースを思いっきり当てるっていうのがこうちょっとジレンマとして起きやすいっていう。ただし1000億狙うんだったらそれでメディアでいいんだけど、1兆円狙うんだったら確実に切り分けて考えないといけないよねってなって、まあ、共同創業者の大竹を、まあ、CTO なんですけど事業責任者にして一旦グループを完全に分けるような形で、僕幹事がもう今の既存メンバーで、大竹は自分たちでメンバー作ってくれみたいな感じで、本当になんか完全に切り分けて考えるって意思決定をしたのが最近って感じですね。なるほど、ありがとうございました。いえじゃあちょうどお時間になりましたので、はい、堀江さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さん拍手をお願いします。ありがとうございました。では